はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回はステータスの使用説明と捨て振り指南ですね、こちらについて軽く触っていきたいと思います。まずですね、ステータスの簡単な使用説明をして、次にクリアまでの捨て振りですね。で最後にですね、2周目から完走に向けた捨て振りの目安にしていただければと思います。まずステータスを上げた際の上昇ステータスに関してはもう記載がありますので、そちらは割愛するとして、ステータスの仕様として基本的に低レベル帯のステータスを上げた時の方が1ステータス上昇に対する増加幅が大きいです。特にですね、5の倍数の時に上げた時の方が上昇率が上がりますので、こだわりがなければ序盤のうちは10、15をまずは目指しましょう。ただですね、20から先になってくると次ステータスを上げた際の上昇率がどんどん落ちていきますので、それだけは覚えておいてください。以上を踏まえまして、まずはですね、序盤の捨て振りの方をやっていきましょう。特にですね、強いこだわりがなければオール10ですね、そちらを目指す感じでまずは上げていただいても問題ないと思います。次にですね、メイン武器の対応ステータスを優先的に割り振って火力の上積みと特化型にしようかなと思うとは思うんですが、基本的にクリアまでに関しましてはレベル帯がですね、80から120ぐらいということで、特化型に運用して火力の上積みをしてもそこまで上がりませんし、それで得られるメリットに対してですね、他のステータスに割を食わせるとデメリットの方が大きくなりますので、クリアまでに関してはメイン武器の対応ステータスを優先的に上げるという考えは切ってください。それではクリアまでに何のステータスを優先的に上げた方がいいのかということなんですが、まあおすすめ一番は5ですね。とにかくですね、軽装中装で進めていくと、私もだいぶ苦労したんですが、下手をするとですね、中盤あたりからモーション値の高いボスの攻撃で1角と、悪くても2角で落ちるという状態になりますので、基本的にはですね、ステータスはまず5の装備の重さ上限を上げて、敏捷 B ですね、極力ですね、重量を 70% 以下に抑えて、回避とのバランスがいい状態を維持しつつですね、可能な限り防御力を上げていくのが一番クリアまでにおいて効率的だと思います。次にですね、忍びか陰陽術の方を上げて、補助の方を上げていきましょう。ダメージ系を稼ぎたいのであれば、羽や手裏剣でダメージが稼げる忍びを上げるなり、エンチャントやデバフですね、そちらを優先したい場合は呪いの方を上げていきましょう。まあ、こちらの上昇に関しましては最大30で術の容量が止まりますので、割り振っても最大値は30というところで、まあ、使いたい方とですね、相談しながら上げつつですね、他のステータスにも割り振っていきましょう。そして最後にですね、装備の要件に必要なためのステータス値ですね、例えば武の方が13必要な装備が出てきたということであれば武を13まで上げますし、ちょっと拾った装備で義が14必要だったということであれば4を目指して振るという感じで、武や義も装備の必要条件に応じて上げつつですね、残ったステータスを、まあ、気力系が欲しければ心の方を伸ばしたり、余ったステータスでちょっとでも生存率を上げたければ体を伸ばすなどですね、という感じで割り振っていって、クリアまでですね、おそらく80から120の間で終わると思いますので、基本的に全部平均で振るとオール20ですら120近くなってしまうということになりますので、基本的にクリアまでですね、今言った通り5をまずは優先的に上げつつ、補助系の忍びや呪ですね、こちらも多少伸ばして装備要件を満たした上で、余ったステータスなどですね、自分に不足していると思うところに割り振っていってクリアを目指すのがいいかなと思います。それでは2周目から完走帯に向けての捨て振りですね、そちらについてやっていきましょう。基本になるポイントは3つですね。1つ目がメイン武器の対応ステータス3種類ですね、そのうち1つを完走帯まで上げましょう。次に2点目ですね、絶対にこの術は使わねえぜみたいなこだわりがなければ、とりあえず忍びと陰陽術の呪いですね、こちらは30までは上げておいた方が無難です。そして最後にですね、装備の重さの比率を 70% 以下にキープするために5の方を割り振りましょう。とりあえずこの3点がまずはベースになっています。まずは
メイン武装の対応ステータス3種類のうち1種類ですね、こちらをカンストを目指すということなんですが、今作からですね、武器の改造が導入されまして、対応ステータスの1つをですね、影響力を特大にする改造ができるようになりましたので、例えばですね、斧使うから、または大太刀使うから5を乾燥させるぜということにして、5特化のステータス影響値に改造すれば火力の上積みができて、かつステータスも抑えられますので、1点目ですね、メイン武装の3種のうちのステータスのどれか1つをですね、乾燥体を目指しましょう。次にですね、特段こだわりがなくて、もう忍術や陰陽術なんて使わねえよということがなければですね、とりあえず30までは振っておくと便利です。まあ、この術の容量の使用が前作と同じで、レベル30までは増えていきます。で、パッシブでプラス5というところまで増えますので、特段ですね、こだわりがなければ、忍と呪は30まで振っておくと安定します。で、最後にですね、自分の使う装備のですね、重さに応じて、こちらですね、装備の重さの比重ですね、こちらを最低でも敏将 B になる 70% 以下に抑えられるところまでは、豪華部を振っておきましょう。まあ、その上でですね、余ったステータスを火力の上積みにするなり、回転率を上げるために割り振るなりですね、やっていくのが一番やりやすいかなと思います。まあ、ただですね、最終的にカンストしてしまって最大ダメージを求める超特化型を作るという場合はですね、ここから削れるところを削っていって、さらに火力の上積みに割り振っていっていただければ、こちらのステータス振りですね、悩んでいる方は多いと思うんですけれども、クリアまでとクリア後とカンスト体というあたりでやっていけるかなと思います。ということで、今回はステータスの使用説明ですね、それと質問の多かった捨て振り系ですね、そちらについて軽く触っていきました。